アンドレス・セバスティアン・ソリア・キンターナは、ウルグアイ・パイサンド出身のサッカー選手。元カタール代表。ポジションは FW。カタール SC でプレーする、ソリア・ウルグアイの強豪チームである、リベルプール FC で頭角を表していたが、2004年、半ばブルーノ・メツ監督率いるアルガラファから、オファーが届き中東域を決断した。2004から05シーズン。 26試合で14得点を記録し、カタールスターズリーグ優勝に貢献した。2005年、カタール SC に移籍し、2009年には、クラウンプリンスカップを獲得した。カタール SC で得点を量産し、イタリアやスペインなどヨーロッパの複数クラブから関心を持たれるが、カタール SC との契約を延長した。2012年、レフーア SC に移籍し、 2012から13シーズンにはカタールスターズリーグ得点王となる。カタール代表でプレーするソリア2004年からカタールでプレーし2006年に同国に帰化した。カタール代表として2006年に地元ドーハで行われたアジア大会でカタール代表のエースストライカーとして出場。その大会でカタールは優勝し自身も4ゴールを決め優勝に貢献した。 その活躍によりフル代表にも名を連ねている。2007年、2011年に行われた AFC アジアカップでは日本代表と対戦しいずれも1ゴールを決めた。2010年に行われた ESPN とのインタビューにおいてサッカースタイルを理由に日本を自身のお気に入りのチームの一つに挙げている。クラブ代表個人、ありがとうございます。